はい、皆さんこんにちは、ヒデシャンネルでございます。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。いやー、いい眺めですね。今日も天気は良さそうです。はい、ということで今日は8月の12日ですね。土曜日でございます。前回出かけたのが確か北広島町のオートバイ神社に行った時だったと思うんですけど、あの時もね、割と朝早めに出かけて早めに帰りました。で今日もね、現在時刻朝の6時5分なのでだいぶ早いですね。やっぱりね、もう8月この残暑厳しい気候の中、昼間はねちょっと走る気にならない気候になってますので、やっぱ夏はねもう朝早く出て暑くなる前にもうさっさと帰るみたいなツーリングがいいのかなと思います。で今日向かう先なんですけど、まあさっきからね暑い暑いって言ってますんで、より涼しく感じられるところ、そういったところにね行ってみたいなと思った時に、やっぱ水があるところがいいのかなと思いまして、今日はねちょっとした滝を見に行こうとしてます。これ右か。はい、ということでここは廿日市市、広島県の廿日市市の大野町ですね。でさっきね滝を見に行くよって言いましたけど、まあ、広島の人ならね多分あの滝かって大思いになると思うんですけど、はい、おっしゃる通りその通りです。何だったかな、妹の背中って書く、妹の滝ですね。そこに行こうとしてます。あと1分、めっちゃ近い。家からもね何分、40分ぐらいかな。はいはい、あっという間に着きましたね。あの正面神社と併設なんですよね。よし、到着でございます。よし帰ろうか。はい、じゃあ今日のね目的地実はあの滝だけだったんで、さっさとね広島の方向いて帰りましょうか。いやでも行ってよかったな。やっぱりね水辺というか水のそば、ましてや滝のそばね、随分涼しかったし涼しく感じますね。見た目とか音とかね、いやいや気持ちが良かったですよ。ぜひ行ってみてください。ご家族連れとかね、あそこ結構ジャブジャブ泳げると思うんですよ。で、まあ、川って割とね危険なところ、急に深くなってたりするところあったりして危なかったりするんですが、あそこはね安全じゃね。時刻は、まあそれでもまだ6時40分、全然早いな。じゃあ今日も早起きして若干お腹が空いてきたので、朝ごはんでも食べて帰りましょうか。朝からがっつりもちょっとしんどいので軽めにうどんでも食べて帰ろうか。そうしよう。ちゃんと空いとるね。ちょっと動画を上げる順番がどうなるか分かりませんけど、今ね見えるかな、見えるわけないか。リアにねボックス積んでるんですね。昔ねホーネットに乗ってる頃に何度か使ったやつで、今日はまあそのテスト走行もね兼ねてたんですけど、今んとこ大丈夫そうやな。
ただね、ミラー越し見るとまあまあ揺れてるんですよね。あの固定してる相手があの純正まがいの、 あのパチモンのシート、リアのシートなんで、まあ、スポンジとかが間にね噛んでるんでしょうがないっちゃしょうがないけど、大丈夫かな。なんですけど今日ぐらいの感じだったら全然大丈夫そうかな。まあ一旦テスト走行は良さそうですね。はいはい、廿日市インターの入り口付近まで帰ってきました。今から行こうとしてるうどん屋さんはね、このバイパスの、まあ、側で行くと反対側か、こっちから行くとね、昔からあるうどん屋さんですよね。確かね、朝早うから開いてた気がする。はい、見えましたね。ちょっと未だにね、呼び方が分かんないですけど、マルチュー、マルタダマルチューかな。ていうかこっちから入れる、普通車のみ通行か、行けるんか。はいはい、到着でございます。ここへんかな。はい、今店の裏側に止めました。そうそう、ボックスね、これどう、バチクソかっこ悪いな。ほんでさっき言ってたこのグラグラね、スポンジ噛んでるんでしゃーないのと、このパチモン純正シートの精度があんまり良くないので怖いんよね。結構揺れるね。大丈夫、もう一本ビス打った方がいいかな。まあちょっと考えよう。よし、じゃあうどん食ってきますか。よっしゃ、食べ過ぎた、帰ろうか。ね、バイパス乗った瞬間から全然撮れてなかった。もうほんま GoPro そろそろダメかな、 GoPro Hero 7。はい、ということで今日はあれは廿日市市の大野町かな、そこにある芋瀬の滝に行って、あのマイナスイオンをしっかりすっかり浴びてきましたという帰りに、さっきのね廿日市の、あれマルチューうどんですね、間違いなくマルチューうどんで、またこれしっかり朝飯食ってきましたという動画でございました。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。What did happen?